生物地球科学とは、地球上の自然環境の複合的な科学的、物理学的、地球科学的、生物学的過程や反応に関する科学的研究を行う分野である。また、地球を構成する物質やエネルギーの時間的、空間的循環についても研究する。生物地球科学は、システムズシンキングの一種である。 生物地球科学を研究するグループは世界中の大学にある。学際領域的であるため、実際の学科名は様々であり、大気科学、生物学、生態学、環境科学、地質学、海洋学、土壌学などの学科で研究されている。また、より大まかな分野である地球科学や環境学の一部とされることも多い。炭素、酸素、窒素、リン。 用といった元素の生物地球科学的循環の研究が盛んである。また、微量金属や放射性同位体といった微量元素の循環も研究されている。これらの研究は、交渉や油田の探査、公害対策などに応用されている。生物地球科学の重要な研究領域として以下のものがある。生物地球科学の創始者は、ロシア人科学者。 ウラジミール・ベルナドスキーである。1926年、彼の著書ザバイオスフィアは、ドミトリ・メンデレーエフの業績を受け継ぎ、地球全体を生命体として定式化した。ベルナドスキーは、宇宙を3つの圏に分類し、それぞれに独自の進化の法則があり、上位の圏が、下位の圏に影響を与えるとした。非生物圏非生物のエネルギーや、物質の過程生物圏。 生物圏に生きる生命の家庭程知圏人類の認知的家庭人類の活動は非生物圏や生物圏に変更を加える。現代においては人類が他の二つの圏に及ぼす影響は地質学的な力に匹敵している。アメリカ人の陸水学者にして地球科学者のジー・イブリン・ハッチンソンがこの新たな学問分野の領域と原則の概略を確立した。その後、 イギリス人科学者、ジェームズ・ラブロックが、ガイア理論の名称で、生物地球科学の基本原理を再定義し、一般化させた。ラブロックは、生命過程が、フィードバック機構によって、地球を住みやすく、保とうとするという考え方を強調した。ありがとうございます。